こちらの映像は、AI によるシミュレーションでウイルスに汚染されたコンサート会場が外からの換気によってきれいになっていく様子を表しています。およそ10分でウイルスが浄化されるということですが、舞台袖やホールの隅など一部換気の悪い場所もあるということです。京都大学の山中信也教授らが参加して行われた政府の会議では、 こうした結果をさまざまなガイドラインに反映させることなどが議論されました。海外の研究者とも意見交換した上で、来年1月には報告をまとめる方針です。